5年4ヶ月ぶりの再開です。 JR 東日本は東日本大震災の影響で運休が続いている常磐線の小高浜の町間の運転を来月12日より再開すると発表しました。常磐線は今年のうちに相馬浜吉田間の運転を再開させ、相馬原の町エリアの孤立状態を解消する予定です。失礼しました、原の町ですね、はい。うん、まだね、今のところこの相馬原の町で今回の再開する小高のところまでつながっても、どっちの仙台側にも、水戸側にもまだつながってないという状況なんですけど、まあ、とりあえず この2駅間は、めどが復旧めど立っても、今確かもう架線の方に電気流して、試運転の車両とか通してるみたいな感じの状況でね、もうそろそろ来月12日かにはもう完全に、営業再開できそうということですね。まあ、ポツンと残されちゃってましたからね、うん、まだポツンと残されてますよ、まあ、それがまあ徐々にということで、うん、そうそう、来年に、2017年、来年中か、あ違うか、予定では来年春か、うん、春ね、次のダイヤ改正の時までにはつなげればみたいな感じと、うん、はい、動きがありました、うん。